今日から、4人でやってるトロンボンカルテットスローラインのツアーが始まってます。今は、談合坂サービスエリアというところに来ています。談合坂がどこにあるかは俺はよく分かってませんが、これから長野の松本に向かいます。双葉サービスエリアというところに来ました。タナッチもいます。双葉サービスエリアがどこかは分かりません。山梨ですか。山梨だそうです。あそこにメンバーの馬場君とサポートドラムのしんちゃんがいますが、なんか高いところに登るそうです。あ、展望台とあります。高いとこやだな。登るんすかね。何？富士山探してるの？富士山もあれだと思うんですよ。どれでもいいや。この中に富士山があります。本当にあるのかな。あるよ。うわー、高松本の会場に着きました。広い会場です。機材もすごい感じです。配信機材が2万ちょいぐらいが4万5000円。はい、スローラインのセカンドアルバムリリースツアー初日の松本でのライブが終了しました。ホテルに帰ってきました。はい、疲れましたけれども、美味しいものをたくさん食べて、温かいファンの人たちに囲まれて楽しい一日を過ごしました。これから、そうですね、いただいたお手紙なんかに目を通しながら、余韻に浸って明日新潟へ向かいたいと思います。それでは2日目スタートです。車発車します。発車。サポートのしんちゃんが運転しています。新潟に着きました。とりあえずみんなでご飯を食べようということで、タレカツの店に来ています。の会場に着きました。ライブマッシュさんというところです。はい、猫がいっぱいいるおしゃれな会場です。それでは本番に行ってきます。新潟のライブ終わりました。ありがとうございます。見ていただいた方、長野新潟と連チャンでさすがに疲れましたが、心地よい疲れです。これからメンバーと晩ご飯に行きます。何を食べるか決まってませんが、とりあえず新潟の街を歩きながら美味しそうなものがないか探してみます。おはようございます。新潟の朝です。少しだけ市場みたいなところに行ってみようという話になって歩いています。魚は嫌いです。すごい、このなんかテレビで見るやつや。アクシさん絶対しない。食べないけどこれすごいね。普通に食べたくない。普通に食べたくならない。食べたいけど、一人で一本食うん、しんどいね。だからもうタイが限界ぐらいだよ。タイでも多いよ。タイ食べれる、あれ一匹だよね、だって。こっちですか、こっちか。こっちか、あっちかと思った。甘だ、甘だ、甘だ。甘だ、甘だ。すごい。めちゃくちゃいます。髪は全然食べられない。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お願いします。
でかっ。あんな丸々入ってる。わわあんな丸々入ってるもんだ。いや、タコすごい。うわ、でかっ。鮭でかっ。無事に東京に帰ってきました、楽しい時間が過ごせました。また月末のツアーも楽しみです。